交通渋滞の解消に向けた改良工事が行われているのは国道219号の錦町西交差点です。県によりますと、この交差点は国道と町道が交差する変則的な誤差路で、朝夕のラッシュ時には信号待ちが3回以上にもなるということです。この混雑を解消するため、複雑な誤差路を4差路とし、それぞれ道路の幅を広げ、さらに右折レーンを新たに設けました。車道部分の工事はすでに完了していて、歩道部分の舗装とガードパイプなどの設置が今月末までに完成する予定です。錦町は今回の工事で交通渋滞の緩和につながると話しています。